とにかくですね、訓練はこのようにしてやるわけですが、そこにまずは至らせないということが第一です。で、そうは言ってもですね、万一、今万一の時にちょっと予想していないようなことに対しても柔軟に対応できる、そういった体制、あるいは意識ですね、いうところを高めていきたいというふうに思います。